も、カズシドです。タイトル通りでございます。はい、この動画が始まってる頃には、私、カズシドは、今頃、静岡県の熱海市で、のほほんとしております。はい、この動画はですね、旅行に行く前の動画となっております。と、話題は変えますが、早速ですね、はい、最終回。来ましたね。これで確か8度目 ?8 度目でしたよね。確か8度目になりますよね。ちなみに、前回のね、7回目の最終回ですね。7回目の最終回は、1ヶ月前でしたので、また今日から最終回ってなりますと、3月の後半か4月ぐらいですかね。まあそれよりもですね、早速本題に行っちゃいましょう。では早速行っちゃいますよ。はい、2ついきなり行っちゃいます。それがこちら、ドン。はい、こちらですね。はい、また言いますけど、8度目の最終回でございます。でもですね、ここでね、思ったことがあるんですよ。思ったんですけど、もしかして最終回とは言ってますが、その最終回っていろいろとあるじゃないですか。最終回ってことなんで、もしかして全ての終わりの最終回じゃなくて、その回の最終回なんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、合ってますかね？そう思いません？多分そうなんですよ。全ての終わりの最終回じゃないと割れちゃった今と思うんですよ。それで合ってますよね。大丈夫ですよね。でもそうなると、スタートはどこからなんですかね。どこから始まってるんですかねっていう話なんですけど、まあまあそれはね、まあ置いときましょう。はい、最終回は多分その回の最終回ってことなんで、多分そのうちまたね、次は9回目の最終回が、来ると思われます。はい、もうね、次の話題に行きます。それがこちら、ドン。いやー、このね、赤女のですね、言葉が気になったんですよ。まあ今回もね、8回目の最終回で赤女は消滅しましたが、この言葉、何回やっても無駄なんだよ。ってことは、皆さん、これはもしやですよ。もしや、また赤女が復活するってことですかね。皆さんはどう思いますか？まあね、自分はね、もう赤女は来ないってね、前回言ってたんですよね。もしかして、まあ来たとしてもね、まだ遅れてくるかなと思ったんですけどね。やはりね、ちょっとね、予定よりも早くね、来てしまってね、ある意味戸惑いましたよ。赤女も今赤女何回だ、何回復活してるんですかね。もうちょっとごめんね、そこまで数えてなかったんですけど、まあね、おそらくまた2、3週間後にまた赤女は復活するんじゃないかなと思ってるんですけど、もうこの言葉をね、言ってる時点でですね、もう何回やっても無駄ってことはですよ、もうこれ10回でも100回でも赤女復活すると思いますよ。はい、ということでね、もう今話題をね、まあそうですね、赤女、まあそうですね、赤女多分また復活するとは思うんですけど、わかんないですよ。まあわかんないですけどね、またもしくは新たなね、例が来ると思うんですけど、まあね、俺思ったですね、そしてね、何よりですがね、まあある意味ちょっとね、心配というかね、ある意味ちょっと心配のことがね、あるんですよね。そう、多分ね、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、ここ最近見てますとね、やはりブルーシーさんね、再生回数がですね、10万いくかいかないかになってきてますね。まあおそらくですけど、最近ね、ブルーシーさんね、動画を載せる時間帯がですね、そう、朝とかね、昼、まあ昼が多くなってきましたよね。まあその影響もあるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあでもね、見てるとね、明らかそうですよね。ちょっと10万再生いくかどうかって感じにはなってきましたからね。まあここでブルーシーさんどういう風になっていくかっていうのはね、本当にちょっと分からないですけど、僕も分かんないですけど、まあでもね、再生回数が減るってなるとね、もう多分結構焦ると思うんですよね。正直焦ると思うんですよ。やっぱね、再生回数命ですからね、 YouTube ってね。いや、それは本当にそう思いますけど、特にね、やっぱ有名になればなるほどね、再生回数ってね、絶対
対意識すると思うのでね、やっぱね、まあだからそのタイトルとかね、サムネとかもね、ああいう風にしてるんじゃないかなと思ってんですけど、でもね、俺からしたらね、まあああいうことしなくてもね、もうこれね、毎度言ってんですけどね、ああいうことしなくてもね、前みたいな、本当一番最初のブルーシーさんみたいな感じでね、やってれば、俺は再生回数は取れてたと思うんですけどね、やっぱずっとね、ほぼね、あの、一日一日が、やっぱああいうサムネとね、タイトルになっちゃったのでね、そこでなんかやっぱり違和感を覚えるじゃないですか。あれあれあれって言ってるうちに、やっぱ5回6回ってやってるうちに、あれまたかまたかってなっちゃう方が多くなってきてると思うので、あそこがねちょっとね、もう一回なんか最初みたいな感じで戻せばいいんじゃないかなと、俺はまあ俺の個人の意見なんでね、うん、と思うんですけど、まあそういう風にすればいいんじゃないかなと思っておりますね。ですよ。あとね、ある意味ね、ここね、ほんとね、奇跡というかね、まあなんというかね、うおーって来たことがあったんですけど、ここ最近ですね、まあ普通にですね、あの、まあ公園とかで、まあ僕たまにね、行ったりとかして、ね、ゆっくりしてるんですよ。そしたらですね、あの、小学生たちがなんかやっぱ遊んでる時に本当これ偶然なんですけど、まあある意味すごいなと思いましたよ。でもね、そう、その小学生ね、4人のね、女の子ね、4人いた女の子がいたんですけど、まあね、遊んでて途中で止まったんですよね。そしたらね、1人の子がこう言ったんですよね。なんか、あの、そういえばさ、ブルーシーって人いるんだけど、そのブルーシーっていう人、なんかやらせっぽいから、なんか好きじゃなくなってきちゃったって言ってたんですよ。おマジかと思って、俺ちょっと少し笑っちゃって、俺顔隠してたんですよ、ちょっと下向きながら。で、まさかの小学生まで見てるかと思って、でなんかね、ショート動画見てるみたいなこと言ってたの。ショート動画で見てて、なんか最初信じてたのにとか言ってたのね。なんかそう、信じてたのになーとか言ってて、でなんでそれをなんかやらせだと思ったのって言った子がいて、そしたらその子がまた答えたんですよね。なんかコメント欄とか見たら、なんかやらせやらせっていうとか、そういうのが書いてあったから、なんかそれでやらせなのかなと思ってがっかりしちゃったなんて。小学校、あれ何年生ぐらいだろうね、4年生か5年生ぐらいの子かな、ね、それがなんか4人いけ立ち止まって何話すかと思ったら、なんかブルーシーさんの話になってたんで、もう完全にブルーシーって言ってましたんで、いやー、俺ね、あれ俺ね、もうもちろんね、まあ、全然知らない子だから、もうあの、反応できないというか、もう俺も何も言えないですよ。それはもうパッてあれして聞いてて、おマジか、もうね、リアルだな、おいと思って、それをね、あのまま聞いたのでね、さすがにびっくりしましたね。まあまさかのね、小学生までちょっとそういう風に言っちゃうってなるとね、まあ難しい話になりますよね。もうね、だからまあコメント欄確か見てると、なかなかね、荒れてますから見てると、まあそれもね、まあ、炎上処方の一つかもしれませんけど、もうでもね、ちょっとね、炎上が結構なかなかかなとも思いますので、いやー、ここ難しいとこというかね、まあこれはね、まあ、ブルーシーさんの問題ですし、ブルーシーさんがねやってることだからね、別に何も言わないけどでもね、まあなかなか難しいよ、 YouTuber っていうのはね。まあでも再生回数とかってやりすぎちゃうと、まあああいう方向にもいっちゃうんだなと思うんですけどね。逆に俺だったらな、前みたいに戻そうって俺なら思いますね。それも結構また自然になると思うんですよね。まあもちろんのごとくね、もうアンチっていうのは消えませんよ。やっぱり有名な人、どんなに有名な人でもやっぱアンチっていうのはなかなか消えないので、これは仕方ないと思うんですけど、前よりかはね、多分また信頼性は出ると思うんですよね。あの最初のね、動画とかに戻せばね、いいかなと思ってますよね。今ちょうど最終回でね、終わったからちょうどいいんじゃないですかね。ここでまたスパッとね、あの普通のタイトルにして、で普通のサムネイルにすれば、おそらくここから取り戻せるんじゃないかなと思っております。なんか俺も今複雑だよね、なんかいや俺もだってマジにも何て言っていいかわかんねえ。もう小学生にあんなこと言われても何も言い返せないっていうか、まあ、俺が別に聞かれたわけじゃないんだけど、俺もびっくりしちゃってさ、もうだって皆さんも想像してみてください。こう小学生が言ってたら、あんな そんなこと言ってたら、でもまあ言う人言うでしょうね。ブルーシーはやらせじゃないよっていう人もいれば、ああブルーシーやらせだよっていう人もいるかもしれませんけど、まあ小学生相手ですからね。まあ俺笑っちゃいました。まあその話をねちょっとしたかっただけなんですけど、まあ笑っちゃいました。こうすげえなと思って、小学生まで見てんだなと思ってね。まあでもショートって言ってたので、多分ショート動画結構ブルーシーさん上げてるから、まあそれで見てたんだなと、思いました。はい、すごいね、ちょっとあの不思議な話というか、まあ奇跡な話というか、はい、まあ笑っちゃいました。そんな
話でした。はい、まあね、今もうブルーシーズンのお話はまあこんな感じですけどね。はい、まあ最近ちょっとですね、まあ今ちょうど今熱海にいると思うんですけど、この動画やってる時の熱海にいると思うんですけど、そうですね、まあそのほかに今代わりと言っちゃなんですけど、まあ今日ねこういう動画を向けてますけど、まあね最近ほんとライブ配信ですね、やっております。まあ基本ね、木曜日と日曜日のね、まあ週に2回で、そこからね20時からやってるんですけどね、まあ非常に楽しいことになっておりますよ。でね、これ勘違いしちゃいけないのは、本当ね、ブルーシーさんファンだけじゃないんですよね、これが。本当にマジで。ね、いろんな人いますよ、マジで。あ、そっから飛んできたんだっていう人もいるので、なかなかね、会話が面白いですよ。だって、これね、またもっとすごいのはさ、ブルーシーさんファンの人もいれば、ブルーシーさんを否定してる人もいるし、もうね、いろんな人がね、俺のライブ配信で来始めたのでね、で、またね、まあ、前やってた俺の音芸の方とかも来てますのでね、そういう方たちのね、話をね、聞いてるとね、またまた面白いですね。むしろね、ブルーシーさんの話をほとんどしてないな。してないなってか、してないよ。もうね、ほとんど心霊の話とか、そういうもう酒飲むとかのそういう話になってるから、いやね、非常に楽しいですよね。まあ、もしよかったらね、まあ、ライブ配信もしよかったら、参加してみてください。まあ、俺もここでも誘っちゃってますけどね。でも、もう、そうですよ。宣伝だよ。宣伝。宣伝だよ。どうせまたコメントでこういうこと言われたらね、お前また汚いことなんとかって、ああ、またそういうこと考えてんのかって言われるんだったら、先言ってやるよ。宣伝だよ、宣伝。ライブ配信来いよ。だってこういう風に言った方がいいよね。こういう風に言った方がいいと思うんでね。うん。だから今言っちゃったんですけど。まあそうですね。まあ大体週に2回でね。まあ木曜日と日曜日やってますけど、でも場合によってはね、週に3にしようかなとも思うし、まあ忙しかったら週に1にしようかと思ってますのでね。まあもしライブ配信、まあもしよかったら、気になりましたら、ぜひとも、来てみてください。いろんな話してますからね。多分コメント欄見たらわかりますよ。大体ね、50人から70人ぐらい来てますのでね。はい。もしよかったら参加、していただけるとありがたいです。100人行きたいですね。目指せ100人ですよ。ライブ配信100人来たらなかなかですからね。はい、もしよかったら、参加してみてください。よろしくお願いします。はい、まあ今日こんな感じの動画ですかね。はい、またね木曜日、そうだな、木曜、今日も熱海にいるから木曜日に、ライブ配信またやろうと思ってますけど、でも帰ってきてからすぐだと思いますのでね、多分めっちゃまた疲れてるかもしれませんし、延長もどうかなって感じですけど、まあもしね、木曜日そのままね旅行帰りでね、できましたらやろうと思ってますのでね、ぜひともよろしくお願いします。はい、いつもですけど、もしよろしければチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。そしてグッドマークですね、グッドマークの方もぜひともお願いします。あとコメントですね、コメントの方もどしどしいっぱい書いちゃってください。最近コメント非常にね、書いております。本当に書いていっぱい書いてありますのでね、本当にありがとうございます。コメントは本当にね、見てても面白いですしね、いろんな方もいますのでね、まあライブ配信と一緒でね、いろんな方もいますのでね、本当に面白いございます。コメント面白かったらどしどしお願いしますね。あとまあ下の概要欄ですね、下の概要欄にですね、まあいろんな YouTuber さんなどをね、紹介しておりますのでね、まあこれからもまた、この人紹介しようかなって思っておりますのでね、ぜひとも下の URL からね、クリックとか、気になる方がいましたらね、クリックしてください。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、どうも、カズシドです。で、今ここトイレと。でもね、ここね、今すごいさ、綺麗になっちゃったの。前は、古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、まあ、頭でかいな。それで頭でかかった、今ちょうど俺の頭らへんになってる、うん、まあここが防空壕ね、やってもらってるところだから、はい、そう、あそこのさっきのところに続いてる、反対側ちょうど、はい、実はね最近ね、心霊 YouTuber さんがねよく使ってるおもちゃなんですけど、まあおもちゃというかね、おもちゃですね。はい、それがこちら、じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。どうもカズシドです。真似してますか？あれ、はい、どうもカズシドです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、ここの名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、
必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。でなんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわぁ、合ってます。はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか。これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか。今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね雰囲気変わった気がする。ごめん、なんかちょっと感じてきた。いや、これ冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、急に、どうした？ポコンってなってる。え？ポコンってなった。何？音？ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここ。ここだよね。え、俺何も聞こえなかったけど。え、それじゃスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？